選定しようかの桜井でございます。で、私の方からは、歴史学の立場の方から、地震と社会で、題名としてはブルースタインの巨大地震の動きというテーマで、話をしてまいりたいと思います。で、今日のテーマは3つありまして、2つの巨大地震ということで、江戸時代の大きな地震を紹介すること、それから2点目としてはもう一つ、明和6年という18世紀中頃に起きた、地震の紹介、それと、地震はのことを、私たち人はどう記録していたか、地震と記録という3つのテーマから、話をしたいと思います。まず最初に2つの巨大地震ということで、江戸時代に起きた大きな地震を紹介いたします。1つは宝永4年、1707年、旧暦の10月4日の地震ですね。で、この地震は、日本の起きた過去の地震の最大級の地震の一つと言われておりまして、マグニチュードの推定8.6と言われています。で、佐伯市与野津では、遡上高11メートルの津波が押し寄せたと言われている地震。で、この地震の後、11月23日には富士山が大噴火して、宝永山という山を作ったことで知られています。もう一つの地震が安政元年1854年、旧暦11月5日の地震で、いわゆる安政の南海地震と言われてまして、この地震の、11月の、5日ですけれども、この後、安政というふうに言語を改変されたんですけれども、そのため安政南海地震と言われているもので、豊後水道域を地震と震源域とする地震が2日後の7日にも発生している、こういう幕末の大きな地震と、先ほど紹介した、18世紀の初め1707年、この2つの地震が大分県に大きな被害をもたらした地震と言われています。で、今南海トラフということが大分県にとってとても、重要な、地と言われていますけれども、その場所の地図ですけれども、フィリピン海プレートが、陸のプレートのところに沈み込んでいく場所があるということですね。で、この時宝永4年、まず1707年に大分に何があったかということで、どんな被害があったかというのを一覧にしたもので、昔ですね、以前に南海トラフ大分という冊子を作らせていただいたときに、作ったものを今見ていただいてますけれども、県内全域にわたって被害が出ております。特に豊後水道から国崎半分の海岸部では津波が押し寄せて大きな被害が出ているということが知られています。で、このとき実際には古文書、江戸時代の方々が書いた記録をですね見てみますと、例えば一例ありますと1707年の府内ということで、家中所持書き引きという、これ府内藩の家老の書き留めた記録ですけれども、赤く囲ったところに地震の記述がありまして、そこにはどう分かれているかというと、10月5日に地震があったと、そして地震の後に、時ならずして高潮という言葉があるんですけれども、津波のことなんですけど、2度ほど満ちている。そこで、家中の者とか、城下の者たちが上の春、いわゆる今現在の上の丘に避難したということが分かる。津波が2回押し寄せたという具体的な記述があるということと、人々が上の丘まで、大分市内から避難したということが具体的に書かれているわけであります。同じ時の1707年、佐伯市与野津では何が起きたかということで、こちら与野津の地元の方々が残した記録ですけれども、この赤線の部分に、書かれていることが次のことです。浦潮湾ってありまして、これは浦潮湾の地名ですけれども、洋福寺までの潮を差し込むほどに御座候のところ、物心の御加護にて御座候石段を2つばかり残りましたので、洋福寺というところの
石段2つを残して、あとは水没した、つまりそこまで津波が押し寄せたと具体的に書いてあるわけなんですね。で、実際に洋福寺さんのところまで津波が来たんですが、この津波、高さのことなんですが、これ何かというと、これ、訴状高って言われているもの。つまり津波が陸地を進んで到達した一番高いところになります。ですから海が盛り上がってずっと地震によってエネルギーが海に伝わって海水が動いて陸地に押し寄せてきて一番欠けになったところがこれ訴状高と言われておりまして、この先ほどの記録の洋福寺の石段2つばかり残し申すところというこれは訴状高のことを示しています。思います。で実際にこの洋福寺さんを下からですね、海の方から見ると、高さが大体雰囲気が分かるかなとこの写真を見ていただくと思います。まあ、この本堂の真下のところまで大体海津波が押し寄せたということで、宝永の地震の、津波の一つの、具体的な高さが分かるということと被害の大きさを知ることができるということの記録であります。続いて1850年安政元年の、いわゆる南海地震の時の大分がどうだったかということで、これも一覧にしたものなんですけれども、同じようにやはり県内全域にわたって被害が出ております。でこの時も1707年と同じように、豊後水道の海岸部においてはやはり津波が押し寄せまして被害が出ていますが、後からご紹介いたしますが、1707年のことがあったので早期避難をした方が多くて、被害が1707年よりは少なかったということが知られています。まあ、具体的にということで、少し古い記録の一部を引用いたしますと、この1854年の安政南海地震の時は、特に大分県南部では宝永地震を教訓として避難場所の設置やあるいは早期避難が行われました。具体的に言いますと、佐伯の城下町市内ですけども、黄色く、文字の色を書いているところでありますけども、宝永4年井の年の御当たりの門で大手からめての御門、これを開き、五家中並びに市中の者ども立ち退き騒乱は御城内へ入れ申すべきやということで、宝永4年の地震のことがあるので、佐伯城の大手門とからめて門を開けて、家中の者と市中の者がもし避難してきたら城内に入れてもいいかということで、城内に入れることを避難場所を設置したということですね。これは宝永4年の教訓をもとに避難場所、お城避難場所としたという具体的な例です。そしてもう一つが、先ほどご覧いただいた米大津の記録でありますが、この時の記録が残っておりまして、同じように文字を黄色くしておりますが、老人の説、まあ、お年寄りがいるには大地震あれば必ず津波あるべき気をつけようと言われたので、みんな早期避難したということが書かれてまして、多くの村人の皆さんが助かったということが書かれて、1707年から147年後の段階でこういった教訓教えをもとにして人々が避難をすることができて、いわゆる減災の一つの事例ということが言えるかと思います。ちなみにということで、この時安政の地震の時の佐伯城での主な津波被害を一覧にしたものなんですけども、青い丸が高潮、つまり津波で右策ができなくなったところ、赤い三角が、津波で石垣とか土手が崩れたところなんですけども、特に注目されるのは内陸部でもこういった津波が被害、要するに川を遡上している可能性がある。あるいは大坊浦というところでは床上三尺、1メートルほどまで潮がゆっくり来てそのまんま
で床の上にある俵をずっと海へ流していたと、そういう書き方がされてまして、海面が盛り上がって家の中に入ってきてまたゆっくり引いていたという具体的な記述がありまして、そういった意味で南海トラフで地震が起きた時にはこういう被害が出るという具体的な事例が最もまとあって残っているのがこの安政の南海地震だったということが言います。で2番目のテーマの方に移りたいと思います。明和6年の地震ということなんですけども、この地震については、一番上にも書いてあるんですが、2つの巨大地震ではないにしても日向灘北部を震源域とした地震でありまして、大分県にも被害が出ました。特に船井城で石垣などが崩れていくつもの建物が破損し、そのため復旧のための絵図や資料が現在です。ですのでこの明和6年の地震というのは実は災害を語る絵図とか資料が一定量残ってまして、そういう意味では具体的にどこでどんな被害があったかを、特に絵図ですね、ビジュアル資料が残っていることによって分かるということで、この地震の被害状況についてはこれからまた資料などいろいろ見ていく中で、被害状況を把握していくことが課題だろうと思います。具体的にはこちらですね、豊後船井城の、お城との櫓のあるいは門あるいは塀が破損したところですということで、非常にいっぱい文字が書いてありまして、これだけの場所が、崩れたんだということが分かります。でもう一つの絵図は石垣が破損したことというところで、例えば下の方にこんなふうに本丸に何が石垣が崩れたとか、さまざまなことが書かれてますが、こういった形で具体的な被害状況が分かる江戸時代の地震として、この明和6年の地震でも注目していく必要がこれからあるだろうというふうに考えています。では3番目のテーマとして、私たち人間は今見ていただいている絵図ですとか古文書に残してますが、自然などの自然現象についての記録は残してます。で特に地震については、日本は有数の地震国ということで20世紀以降特に資料集が特に多く編纂されてまして、例えば造幣大日本地震資料ですとかそういったものは特にそういう資料集の代表でありますし、あと理科年表ですとかあと日本被害震相談とか様々な形で過去の地震を見ることができる。そういう意味では過去に何が起きたかということを一覧する環境が整っているということですね。あるいは地震だけではなくて自然災害に関しても、例えば大分県の場合は大分県災害史の第一編、これ昭和27年に大分測候所の方が出されますけれども、その後、時代を通じて出されていきますが、この大分県災害史というのもまた地震を含めて自然災害の歴史を知るより重要な資料集だろうというふうに思います。ではそういった人の記録を通して地震と社会というのを見ていきますと、特に最初にご紹介した江戸時代の2つの巨大地震、宝永地震と安政の南海地震というのは、いずれも江戸時代の社会とか経済を大きく変えていく時代の転換点となる災害でした。特に宝永の地震はその後の富士山の大噴火もありまして、交通網ですとかさまざまな形で、社会にとって大きな影響があります。そして安政の南海地震もまさに幕末の、動乱の時代に起きたということで非常に時代の転換点になった災害でした。2つ目の地震の被害は沿岸部の津波が知られていますが、内陸部も例えば竹田では揺れによる被害で岡城が崩れたりしていますが、揺れの被害も決して少なくないということも事実であります。中でも宝永地震は過去の地震でも最大級の地震でありまして、大分県の防災とか減災、南海トラフに関するそういった取り組みの中で、この宝永地震の被害状況というのは一つの基準になり得るものだろうというふうに理解しています。ちなみにこの2つの巨大地震では大分県北部、特に周防灘沿岸では津波が体感されていない。人の記録によると
そのように見受けられるんですけども、まあ、潮汐水産データ海上保安庁さんの本によると、ちょうど地震発生した時、そして津波の到達時刻がちょうど甲板の差が大きい時、潮が引いていく時間帯であった可能性、これ後から表を少しご覧いただきますが、そのため津波が体感されなかった可能性、津波が押し寄せていてもかかわらずということが考えられるということです。ではまあ記録された地震ということで、ただしそういった人の記録、私たちの記録っていうのは、先人が残した記録は書き手の立場などによって自然現象であれば全てのことが記されたわけではありません。現象全部をきちんと書き留めたわけではないんですが、過去に起きた出来事を知ろうとするときには、やはり記録というものは窓口、過去を知る窓口になっているということであります。それを見てまいりますと、南海トラフでは1946年に昭和南海地震が起きましたが、大分県の被害はあまり大きくありませんでした。なかなか残念ながら亡くなった方もおられますが、さほど宝永地震とか安政の南海地震に比べると被害が大きくなる。とすると、南海トラフで起きた地震に関する記録とかいうものは、大分県の場合およそ170年ほど前の安政南海地震のそれが最もまとまって残っているもの、それ以降まとまって残っているというか、被害状況があまり大きくないので、逆に人が記録を残していないというのも状況として留意すべきだろうと。そうしますと、記憶の風化とか、あるいは安全神話の浸透というものに少し留意する必要がこれからあるだろうと思います。そこで先ほどの、地震、宝永地震と安政南海地震の潮位の変化ですけども、左側が宝永4年10月8日のこの地震の日のものですけども、例えば大分県南部の長島、これが地震発生と津波到達時間に近いところの潮位ですけども、ちょうど一番引き潮でこれから満潮に向かっていく時間帯がこうなんですね。ところが大分県北部の周防灘沿岸では、非常に、満潮から干潮にちょうど潮が引いていく時間帯になっているというところで、同じように安政南海地震の時も大分県南部はちょうど干潮から満潮に潮が満ちていく時に津波が到達した。ところが同じように大分県北部周防灘沿岸は、2メートル近くの甲板の差がある時のちょうど引き潮の時間帯に津波ができるということを考えますと、これがもし満潮時に地震が起きていれば、大分県北部も津波の被害が大きくなる可能性がある。あるいはこういったところの江戸時代の2つの巨大地震の時は、偶然にして、こういった潮位の変化を見ていきますと、時間帯ですので、まあ、津波が体感されなかったんだろうかということが考えられるわけです。で、まあ、そういった意味で、私たちの人間の記録、人の記録というものは、今お出ししているのが、地球が生まれてから現在に至るまでの円環であります。これは、かつて月刊文化財に、桂雄三さんというが載せられたものを元に作成したんですけども、これが全部文化財で、地球ができて、地形が変動して生まれて、植物が生まれて、そして人が生まれて、歴史が紡がれて、文化、暮らしがある、これ全部文化財だと。それを見るときに、歴史学っていうところの古文書とか記録とか資料っていうものが、まあ、暮らしとか文化、歴史はもちろんですけども、そういった地震のこととか、地形のこととか、地球のこととか、さまざまなことを知る窓口になるんではないかとか、そういう意味で、まあ、記録というのは重要なんだろうなと。長い地球の歴史に知る上でも、人間の記録は窓口になるということで、考えているわけであります。最後にまとめとして、地震、あるいは災害を含めて、物理学者テレダタルティクは次のようなことがあるとしています。一つは、地震の現象と地震による災害は区別して考えなければならない。
東北地方代表記地震で東日本大震災、兵庫県南部地震と阪神・淡路大震災というふうに区別して考えなければ、これは1935年の言葉です。その後、記録しておりますが、1933年、昭和の三陸津波の時、後に出されたものですけれども、少し過去の記録を忘れないよう努力することが重要だというふうに述べています。あるいは、長文でありますが、1934年のものです。ですけども、これは天災は忘れた通りに来るという、寺田とねが言ったと言われている言葉のなんですけど、これ実際にはそういう文章ないんですけども、本の中に書いてありまして、例えば車の前輪が転覆した頃に、したことを忘れた頃に、次の車のものが引き出すようになるからであろうと書いてあるんですけども、要は天災とは極めて毎日しか起こらないので、ちょうど忘れた頃にやってくるっていう趣旨のことなんですね。まあ、そういったことを書かれているので、こういった寺田虎彦がかつて、いくつかの文章で書いた言葉っていうのは、現在の私たちも忘れてはならない言葉だというふうに思います。で、以上で、私の方の江戸時代の巨大地震と大分という話はここで終わりだと思います。